いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りってマナベルです。今回はルアーでヒラメを釣る方法について解説いたします。ヒラメ、マゴチといえば日本人が好きな魚の代表格です。その食味はもちろん釣りの対象としても人気があります。生きたイワシを使ったヒラメの船釣り、生きたエビやハゼを使ったマゴチ釣りは古くから楽しまれてきました。このような釣りはクロート好みの船釣りで、初心者が簡単には始められない釣りのイメージが強く感じます。近年は初心者でもヒラメやマゴチを岸から手軽にルアーで狙えることができる道具がたくさん出てきました。ルアーを沖に遠投してリールをぐるぐると巻くルアーのヒラメ釣り、時には座布団と呼ばれる超大物を狙うこともできる迫力満点の釣りです。しかし慣れないうちは釣り場の見極めが難しいものも事実です。そのため最初の一歩が踏み出せないという人も多くおられると思います。そこで今回はこれから挑戦したい、チャンスをさらに広げたい方に向けて解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。水温20度以下、ボトムを意識する。1秒間に1回転から2回転ベイトフィッシュがいる。サーフは長め、9フィートから11フィート、意外とフローティングミノー。この6つについて解説いたします。水温20度以下について解説いたします。ヒラメの適水温は12度から25度と言われますが、10度台の方が活発にベイトを追う傾向があります。そのため水温20度を超える夏より秋か春がおすすめです。ヒラメに対してマゴチはテリゴチと言われるように高水温期が狙い目で、ヒラメの釣果が落ちる夏場でも狙うことができます。ヒラメとマゴチは砂物と呼ばれるように砂地を好みます。そのため思い浮かべる釣り場は砂浜、サーフと思いますが、他にもサーフに隣接する港や両岸が護岸された河川の河口も高ポイントとなります。青物やスズキの釣果情報が得られる場所なら十分ヒラメやマゴチのチャンスがあります。しかし闇雲にルアーをキャストしたのでは釣れる可能性は低くなります。ヒラメやマゴチを釣るためにはポイントとタイミングが重要になります。ボトムを意識するについて解説いたします。基本的な操作法はただ巻きになります。シンキングルアーはボトムを小づかない程度の巻き速度を保ちながら引くのが理想です。アクションを開始する前に必ずボトム、ヒラメやマゴチがいるレンジを取ることが重要です。ルアーを投げたら素早く糸付けを巻き取ってラインを張った状態で沈めます。これによってルアーが着底した瞬間にラインがふっと緩み、竿先が跳ね上がります。サーフの釣りは風や波の影響を受けやすいのが特徴です。ラインスラックが出しすぎてしまうと着底が分かりにくかったり、狙いのコースが引けなかったりするので注意が必要です。余分な糸付けは巻き取りましょう。サーフにはたくさんの魚が寄ってきます。ヒラメやマゴチはもちろん、ブリなどの青物、シーバスなども狙えます。運が良ければ五目釣りも可能です。不意な大物に備えてある程度パワーのあるロットを用意した方がいいです。ヒラメは朝夕のマズメが定番ですが、満月なら夜釣りも楽しめます。釣り場に合わせてフィッシュグリップやタモ網などのランディングツールを用意しておきましょう。最盛期や群れの接岸情報があると混雑するので、早めに釣り場に入るのがおすすめです。先行者がいて隣に入れてもらうときは必ず挨拶をするように心がけましょう。1秒間に1回転から2回転について解説いたします。海の状況に合わせてリトリーブスピードを微調整することも大切です。波があり流れが複雑に絡み合う状況では1秒間で2回転程度の早めで巻いて、ヒラメやマゴチにルアーを見つけてもらうため、時折トゥイチなどのロッドアクションを入れてみましょう。波が静かな状況において、特にフローティングミノーやシンキングペンシルを使うときは1秒間に1回転ほどでできるだけゆっくり巻くようにしてみましょう。ボトムに潜むヒラメやマゴチが水面方向を見上げたとき、ルアーの影がしっかり認識できるようなイメージです。釣り場の状況や魚の活性、そして狙う魚種によって有効なリトリーブスピードは異なります。魚の反応が得られないときは低速から中高速まで巻き速度を変えながら様子を伺ってみましょう。ベイトフィッシュがいるについて解説いたします。場所についてポイントとなる条件をいくつか紹介いたします。まず注目するところはベイトフィッシュがいるかどうかです。餌がいれば一日中どのタイミングでもヒットチャンスがあります。浜辺にイワシが打ち上げられているのを見つけたら間違いなくチャンスです。次に意識するところは朝夕のマズメです。朝マズメは水平線がうっすら明るくなる頃から完全に日が昇るまで、夕マズメは太陽が水平線に沈み、ルアーをキャストして着水点が見えなくなるくらいが目安です。
ただし、ベイトフィッシュがたくさんいたり、常夜灯の明かりが効いている場所、満月の夜は闇夜でもチャンスがあります。また、流れの変化も重要です。サーフで注目するところは、払い出し、カレントと呼ばれる沖に向かう流れです。サーフは沖から岸に向かって絶えず海水が押し寄せますが、押されてきた海水が行き場をなくし、沖に向かって流れるのが払い出しです。その払い出しに乗って小魚が沖に向かって流されるため、ヒラメやマゴチがつきやすくなります。崩れる波が左右から扇状に巻いていたり、そこだけ静かだったり、逆にせり上がっていたり、あるいはさらしが沖に伸びていたりするので、目視でも発見することができます。潮の干満も重要です。潮の変化を意識すると釣果につながりやすくなります。具体的には満潮と干潮前後の潮変わりのタイミングが狙い目です。流れに変化が生まれやすく、ベイトフィッシュもざわつきやすくなります。また、潮が引く干潮前後は、岸から沖の駆け上がりを攻めやすくなるという利点があります。サーフは長め、9フィートから11フィートについて解説いたします。タックルについて見ていきましょう。サーフでは9フィートから11フィートの ML から M クラスのロッドがおすすめです。手前の波をロッドを立ててかわしたり、波や流れを受けながらのファイトも想定されます。最近はサーフ専用ロッドも発売されてますのでチェックしてみましょう。リールは3000番から5000番より選んでみましょう。メインラインは PE で波打ち際で舞い上がる砂によるダメージを考えて1号から 1.5 号がいいです。ショックリーダーはフロロカーボン4号から6号で長さは 1.5 メートルほど取りましょう。トップガイドから結び目を外に出した状態でキャストできる長さで問題ありません。港周りや護岸された河口を狙うときは軽めのタックルでも大丈夫です。ロッドは9フィート前後でリールは3000番クラス。PE ライン1号にフロロリーダー4号から5号を接続します。シーバスタックルやエギングタックルで代用できます。装備はサーフであればウェーダーに固定式フローティングベストを着用しましょう。ウェーダーは水に立ち込むためではなく、打ち寄せ波をかわすためのものになります。サーフは波があるので膝まで立ち込むのは危険です。港や護岸された河口はスニーカーでも大丈夫です。しかし満潮時に水をかぶる場所であれば防水のスパイクなどを着用しましょう。意外とフローティングミノーについて解説いたします。ルアー選びについて見ていきましょう。ヒラメやマゴチは砂底にへばりついているイメージが強いため、どうしても底付近を引けるルアーばかりを思い浮かべると思いますが、実はそうではありません。特にヒラメは小魚を捕食するときに水面でジャンプすることもあるくらいです。朝、夕のマズメや小魚が多いときは、表層から中層をテンポよく探れるフローティングミノーやシンキングミノーが活躍します。その他にも、潮に乗せて流せるシンキングペンシル、ロングキャストができて、巻きでレンジを探れるバイブレーション、沖狙いや深場攻めで使いやすいメタルジグ、そしてフラットフィッシュ専用に開発されたジグヘッドリグがあると重宝します。基本的な誘い方は、ルアーを遠投したら、ヒラメ狙いでは1秒間に1回転から2回転くらい、マゴチ狙いでは底付近を意識して1秒間に1回転くらいの巻き速度で誘うのが効果的です。ヘビーシンキングミノーやバイブレーション、ジグヘッドリグ、メタルジグは確実に底を取ってからリトリーブを開始しましょう。ジグヘッドリグを使用する場合は、基本的にはワームが曲がらないようにセットすれば大丈夫です。ワームが曲がると本来のアクションができなくなり、キャスト時にブレてしまい、飛距離が出ないことがあるので注意しましょう。ヒラメ狙いなら終始巻き続けてもいいですが、マゴチ狙いではリトリーブの最中に1回から2回底を取り直すようにしましょう。メタルジグはただ巻きのほか、リフト&フォールなどの誘いを加えるのも有効です。カラーは目立つものの他にも、ベイトフィッシュに似たナチュラルなものを持っておくと安心です。まとめです。ヒラメの適水温は12度から25度と言われますが、10度台の方が活発にベイトを追う傾向があります。そのため、水温20度を超える夏より秋か春がおすすめです。基本的な操作法はただ巻きになります。シンキングルアーはボトムを小づかない程度の巻き速度を保ちながら引くのが理想です。アクションを開始する前に必ずボトム、ヒラメやマゴチがいるレンジを取ることが重要です。海の状況に合わせてリトリーブスピードを微調整することも大切です。波があり、流れが複雑に絡み合う状況では、1秒間で2回転程度の早めで巻いて、波が静かな状況において、1秒間に1回転ほどでできるだけゆっくり巻くようにしてみましょう。注目するところは、ベイトフィッシュがいるかどうかです。
餌がいれば一日中どのタイミングでもヒットチャンスがあります。浜辺にイワシが打ち上げられているのを見つけたら間違いなくチャンスです。サーフでは9フィートから11フィートの ML から M クラスのロッドがおすすめです。手前の波をロッドを立ててかわしたり、波や流れを受けながらのファイトも想定されます。最近はサーフ専用ロッドも発売されていますのでチェックしてみましょう。ヒラメやマゴチは砂底にへばりついているイメージが強いため、どうしても底付近を引けるルアーばかりを思い浮かべると思いますが、実はそうではありません。特にヒラメは小魚を捕食するときに水面でジャンプすることもあるくらいです。今回の授業は以上となります。上達する秘訣は真似ること。まずは釣れてる人の真似をしてください。同じように真似できれば必ず釣れます。釣れないということは何かが違っています。何かお悩みのことがございましたら、ぜひ概要欄のリンクから釣りシティに遊びに来ていただき、相談されてみてください。アドバイスをくれたり、一緒に悩んでくれる釣り仲間にきっと出会えます。身近な釣り場で60センチメートルを超える大物が狙えるヒラメ釣り、ぜひ挑戦されてみてはいかがでしょうか。 Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるの嫁が YouTube を始めます。そのタイトルは知るって学べる。気になっている時事ネタなどを嫁目線で解説するみたいです。リンクは概要欄に貼っております。応援並びチャンネル登録よろしくお願いします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに、5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。